はい、それではアライアンブースにやってまいりました。さあ、それではシェーパーの遠藤さん、そしてライダーの中川さんです、はい、こんにちは。さあ、アライアというのは、木製でできているサーフボード、17世紀のサーフボードを現在によみがえらしているお二人です、はい、さあ、それでは、ボードの方軽く説明していただけると。説明っていうよりもこの写真を見てくれれば、もう100年以上前からこの形のスタンダードというか、はい、これは、マイクロネシアの方からどんどんポリネシアの方に移民した人たちが、まあ、最初サーフィンを始めたということで、その時のボードに現在も乗られている皆さんです。そうですね。さあ、一押しのボード説明してください。まずあのこちらが、今から5年前に遠藤プロが作った杉のアライアですね。杉の9フィートぐらいあります。杉の、はい、自分で張って木がなくて、まだちょっとすぐ乗りたくて、はい、これが杉製。そして現在はそうですね、こちらの霧のタイプですね、はい、軽い素材の、はい、そしてこれはダブルスクエアエッジにボトムにコンケーブが入ってるんでしょうか。やはりその通りです。そうですね。そしてノーズがちょっとスクープしてあるという、はい、その通り。これがアライアです。そしてこれは普通にフィンがないんですけど、フィンはつけないんですか。で、いりません。もうフィンがストレスになって、あのレールがこれシャープで、そのまんまもう定刻したエッジを入れてもらえれば、レールが素直に入って、もうとんでもない加速をしていきます。やはりフィンというのはドラッグ、こう引きずる要素になるんでしょうか。まあそういうふうに考えれば、これを乗ってもらえれば分かりますけど、ちょっとストレスがあるような感じ。そしてよく乗ったプロサーファーが、アライアはすごい速いっていうじゃないですか、それはどうして速いんですか。やっぱりどうですかね、この全体的なこのレールのシャープさ、そして反りのなさ、そうですね。そしてあとロッカーストレートというか、まあ、ノーズは少し、そうですね、曲がってありますね、抵抗にならないようにということです。これが17世紀からのサーフボード、アライアのリメイク版で、日々進化させて今湘南を中心に非常に盛り上がっているアライア、はい、サーフボードでした。ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。